もろ手取り。 正面です。 後ろ両手首より。
本部道場の中継を担う師範です。赤の営業所は実施官、本部道場の中継を担う師団として、それぞれ独自の個性を生かし稽古指導を行っています。
続きましてプログラム8番市販系です。白の演舞場は田中市さん。市販は基本技と心の前に重点を財団法人大阪愛知会本部道場で指導に当たっています。青少年の健全育成を Aikido を通じて行うよう岩田健太が指導に至っています。師範は日本人の長所、礼儀正しさ、勤勉実直などを養い、社会に役立つ人間づくりを目指して宮城県まで指導に当たっています。
そして赤の演武場は尾崎師範。子供クラスは英気作法を中心に、大人クラスはAikidoとは何かを稽古を通して考え、体現していくことに重点を置いて指導に当たっています。 プログラム13番自由演武です。白の演武場です。佐々木師範は海人の演武に関連を受け、試合のないことに興味を持って合気道を始められました。現在は一軍を照らす人材の育成に邁進されています。 自由演武が続きます。高岡師範は海人が基礎された言霊の合気道同文の理念を互いに研究し、合気道は相手を倒すのではなく己が生きて受け止め、己が倒れない自然体の稽古と、相手を自由に導く稽古を指導されています。高岡師範は 今大会最高齢の85歳でございます。
プラム13番は士官演武です。青の演武場は和田士官、稽古鍛錬を中に Aikidoの原理を学び、社会的実践の場に生かすことを指導理念とされています。各の演奏は山の師範、師範動けば技になる型のない俳句と習得に邁進され、魔法館道場で指導されています。ご覧いただいておりますのは、プロガード14番、大村師範の演武です。師範は、竹仏材にて愛を増して、切磋琢磨を図り、人間性の向上を目指し、良き国づくり、人づくりに精進したいと、日頃指導に当たっておられます。
黒川の15番は藤田師範の演武です。師範は本部道場、国内の支部道場、さらに海外で指導に当たっています。最近は実技指導のほか講義も行い、指導者の養成に努めています。今日は体さばきを中心に Aikidoの技を表現されます。後ろの現状は菅原氏。正面に大力士と正面打ち大力士強、正面打ち第三協、正面打ち第4条。
正面打ち入り乱れ。正面打ち第2強正面打ち第3強正面打ち第4強正面打ち入り乱れ赤の演舞場は金沢市です。正面打ち第一強正面打ち第2強
正面打ち第3局正面打ち第4局正面打ち入身投げ入身投げ手法投げ回転投げ第2局積み落とし入身投げ手法投げ回転投げ第2局積み落とし青の演武場は竹澤師範師範は長年の Aikido の稽古を生かし本部道場女子部を指導されておりますThank you.
赤の演武場は鳥海師範。師範はいつまでも初心を忘れずに日々緊張感を持ち稽古に臨みたいと言われております。ともに本部道場の中堅を担う師範、情熱のある指導と熱心な研究には影響があります。赤の演武場は大沢師範、ともに本部道場の中堅を担う師範、情熱のある指導と熱心な研究には定評があります。
中央の白い円状で行われておりますのは遠藤師範の演武です。師範はアイディドは自己開発の道、自己実現の道、自己確立の道と考え稽古に取り組んでおります。白の演武場は山形県の船越市藩、ここ白田道の師範の教えであります。はい、来年度を学ぶとするのは、まずその心を学ぶとし、心の形からの道また一つの継承と実践を心に山形の結果で取得されております。青の演武場、秋田県の横山の師匠、文化祭、文化祭の共に稽古、そんな現在に恥じないものは何か、子供たちの考えを応募する、稽古の中で悟りへの何かの一つだけを、世界の人々が青の演武場、秋田県出身の横山師範、文化生と共に生き、文化生と共に生かす稽古、そんな日々の中で、現代に恥じないものは何か、子供たちの考えに応募する、
警部の中で悟りに何かがきっとあると思う。ワールドゲームス秋田大会は世界の人々が集まります。秋田に来て欧州の遠征会に提出されたのです。赤の天武城は和歌山県の田辺道場の支配五味田支配であります。青の天武城は武田支配、湘南Aikido連盟の支配であります。支配の指導理念は伸び伸び楽しみ、そして真剣に一つ一つ技が真剣であります。神奈川県を中心に海外でも指導をされている武田支配。組み立ちから Aikidoの技に入っています。赤の組み立ちは鍵支配、師範の指導理念は伸び伸び楽しみ、そして真剣に一つ一つの技が真剣であります。赤の演武場は針師範、九州は佐賀、福岡、東京を中心に Aikidoの指導に当たっています。光電管監視、針師範、師範の指導理念は和気Aikidoデッキであります。
踏み出しから相手の技に入っています。赤の組み合わせは針師範。海外でも指導されております。スナルマ白の演技場であります。
強く少年の伝説たる日を伝説たる日が情熱を語っているようです。少年の伝説たる日高本師範の演武です。師範は美しく
なやかなアイキド、みそじのアイキド、絶対に不敗、和合のアイキドを目指し、熊本県下で指導されております。渡辺師範は接骨、整体の研究を行い、姿勢を重視し、気の作用を合気道の稽古に取り入れて指導されております。師範は若い頃から各種の武道を稽古され、合気道を日本武道の総合を行い、武器と体の融合を研究して務められております。
そして動きに無駄をなくすことを指導理念として茨城道場を中心に活躍されております。赤の演武場は Aikido 神戸桜道場の道場長堀井氏師範は基本技を中心に Aikido 神戸桜道場の基盤関西の道場のもとより大学で指導に当たっております。師範エリア青の演武場は財団法人第一会両民支部師範三河師範は
原点を生きるとモットーに、礼節を第一にし、海祖の心を学びながら、広島、岡山県から指導されております。青の演武場は井戸川市赤の演武場は原井市藩の演武であります。中の演武場は群馬県Aikido連盟の支配、荒井支配。荒井支配は愛と和合、自然との調和を目標としていた。無理のない Aikido、無理のない指導で群馬県カルト指導に当たっております。青の演武場は三浦川市藩、赤の演武場は新井市藩の演武であります。世界で地域社会に貢献できると言われる小林氏は、国内はもとより海外にも指導に多忙であります小林氏は、
立ち技から座り技から立ち技に変わります。白の陸上は小林始発の陸上であります。愛理会本部多田市販昭和25年早稲田大学学生の時上芝高校に入門し、今年で51年Aikido は海外に目覚ましい発展を遂げております。イタリアを中心に Aikido の普及に努めております。多田市販21世紀のこれまで日本、ヨーロッパ、世界の各国各地、気の連の主眼とした計大規模を指導普及発展していきたいと語っております多田市販。本日の受けは結相指導の小林、早稲田大学の OB、原さん、東京大学、キレン、工藤さん、松下さんが受け負っています。田市販が指導されます早稲田大学に入っている昨年40周年を迎えています。たくさんの OB が国内に向けて世界の中に各地で活躍をしております。茨城道場
斎藤師範。師範は開始上島森平五郎先生の修行のお相手として長く稽古をされております。現在は茨城道場長として、また愛知神社を迎え、国内海外に指導に多忙な師範でもいらっしゃいます。正面打ち三級の基本と変化、白の演舞場は茨城道場長斎藤師範、正面打ち三級基本と変化、この後組立ちから組長と移ってまいります。最初は美しい平和な世界を築くこと、Aikidoに与えられた使命であると考えました。同志は同等の中心としてこの使命の実現に邁進されております。
第1回全日本合気道演武大会、大変盛大にできました。これも皆様方の合気道に対するご理解と情熱の賜物と思っております。心から感謝申し上げます。この大会を締めくくりといたします。最後に演武をさせていただきます。細かい説明はもう必要ないと思います。基本のことを元にして立ち技、座り技、安定の形、内技、それから、他人数掛けとさせていただきたいと思います。
開始レシサオリベーコー先生の創始者会議の依頼にレシサシュクトリベーコー先生のお二人に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 お